おい、あれってあの旗、ジャイワール軍よ。オレンカの方角へ向かってる。皆さん、あれを、誰かが追われています。マリベル、大丈夫か？見りゃわかるでしょ。それにしても何なのよこいつら。いくら私が魅力的だからってしつこくくっついてきて困っちゃうわ。困った、おいら腹減ったぞ。もうガボったら本当に緊張感がないんだから。あの子たち、ジャイワール軍と戦ってるわ、どうしてあんな数相手に2人きりで。ごちゃごちゃ言ってる場合かよ。このままじゃあいつら危ないぞ。おい、今助けに行くからな。ちょっと、こういう時は連携して動くのが基本なのに。そうだな、私たちも行こう。おそらくあの軍勢はジャイワール軍の先鋒部隊だ。本隊がやってくる前にあの子たちを助けちまわないとね。そうね。それにしてもまたジャイワール軍と戦うことになったわな。変な奴らが増えちゃったわ。何がどうなってるのよ。誰か説明して。後から来た奴らは敵じゃねえぞ。オイラたちを襲ってこないもの。どうだかね。とにかくガボも油断するんじゃないわよ。任せて。炎天下、ここまで抵抗するとはますます怪しい。よし、行くよ。切り方をつけてやる。ちょっと、いい加減にしなさいよ。いきなり襲ってきたのはそっちでしょ。本当無用。ジャイワールの力見せつけてくれる。敵もだいぶ減ってきたみたいだね。ランドインパクト、ひと踏ん張りってとこか。ここが頑張りどころである。皆の者、力を尽くすのだ。また強くなっちまった。あなたたちであったか。オレンカ王、これは一体どういうことです。オレンカ王が直々に軍を率いてジャイワールとの国境地帯にいらっしゃるなんて。ジャイワールの軍勢が再び我が国に向かっているとの報告があったのだ。王としてオレンカの国土や民が攻撃されるのを静観していることなどできん。それに王である私が
ここまで赴けばジャイワールの軍勢もこれ以上侵攻はせぬはずだ。国を攻めるということはすなわち王の首を狙うということだからな。でもこのままじゃオレンカ軍とジャイワール軍は、ね、あんたたちの話にさっぱりついていけないんだけど、ここは一体どこ、何が起こってるの。ごめんねお嬢ちゃん。ちょっと子供扱いしないでもらえる。ちゃんとした名前があるんだから。私はマリベル、こっちの小さいのはガボよ。さてと、また寄ってね。